ルートがいろいろ変わったということで、英語の苦手な人向けのルートっていうのを新しく作りました。あとはね、まあ、個人的には結構古文とか僕理想の3箇所見つけました。さあ今回はお久しぶりに、だいぶ久しぶりですね、はい、多分汗だくの回以来ですか。そんなに前じゃないあそんな前じゃないか。それ以外も何回かできますけど、はい、先生においでいただきました、はい、武田塾の高田です。よろしくお願いします、はい、今回ですねルートがいろいろ変わったということで、そうですね、その辺の話聞きたいかなと思うんですけど、はいはいはい、そうですね、森手さんのチャンネル無類の英語好きの人たちが多いと思うので、はい、英語のルートをねちょっと武田塾でこう考えましたよっていうのをちょっと発表させていただいて、はい、ちょっと皆さんのね意見とかも聞きたいなというふうに思ってます。 どんな風に改定されたんですか。はい、基本の構成は同じで、ただ基礎徹底ルートっていう英語の苦手な人向けのルートっていうのを新しく作りました、うんうん、ここがね結構自信ポイントですね。どんな感じなんですかそれ。はい、まず中学英語をもう一度一つ一つ分かりやすくで中学内容を復習します、はい、でその後大岩の一番初めの英文法超基礎文法編で高1高2レベルの英文法内容を補強しますと。これは講義の本ですね。こっからなんですけど、大岩で学んだ内容をいかに身につけさせるかっていうのが今まであったっちゃったんですけど、さらに強化して2冊の本を入れました。お、なるほど。僕は高校英文法基礎パターンドリルっていう英文をひたすらドリル形式で作っていくっていう、英文を実際組み立ててみるっていう練習と、うん、その後高校英文読解一つ一つ分かりやすくっていう、はいはい、武藤先生ですね、武藤先生ですね、訳していくっていうトレーニング、この教材を入れて、これで英語の苦手な人が英文法を学んでから実際に長文を訳すってところまでをまずいけるようにしたっていうのが強化ポイントですね。パターンドリルはだいぶ、はい、まあ、ネット上でも話題になってましたからね。お、はい、お、それが手に入ったわけです、ね、はい、いや武藤先生ちょっと改めて見たんですけど、はい、ちょっとやっぱ今までは髪型が独特な人っていう印象だったんですけど、まあまあ、はい、あの参考書やっぱクオリティ高いですね。お、英文読解一つ一つ分かりやすくは、はい、ちょっと僕も今まで見落としてたんですけど、はい、名著です。あれはやると、あ、何のために文法を勉強してるのかっていうのが英語苦手な人がすごく分かる一冊になってるなっていう印象ですね。そうですね、まあ、僕も本人からの本もらっていましたけど、はい、良かったです。そうですね、まあまあ、結構同僚というか仲良しなんですよね。そうですね、まあ、一番仲良くさせてもらった、はい、あ、なるほどなるほど。一番多分飲みに行ったことのある回数も多い先生だと思います、はいはいはい、一つ一つ分かりやすくめっちゃいいですね。英語苦手な人はやった方がいいですね。それが入ったわけですね、はい、そのルートはどこまで行くんですか。基本はその英文読解一つ一つ分かりやすくから通常ルートのポラリスにこう移っていくというような構成になってます。うんうんうん、ポラリスの文法、あ、文法のポラリスですね。こっちの方に移るっていう感じなんですね。はい、そうですね。なるほど。その他変わったところ、そうですね、まず英文法の初期で習う文法の本を大岩ポラリスの2冊にしました。でネクステージヴィンテージを後半でやる文法の本っていう位置づけにして、あ、はい、まずこのネクステージヴィンテージでつまずく子がものすごい多かったんですよ、うんね、でもちろんこのネクステージヴィンテージをいきなり始めて、でもう半年ぐらいネクステージヴィンテージやってますみたいな、はいはいはい、なかなかネクステ沼ヴィンテージ沼から抜けれないみたいな子が多かったんで、基本もう最初まず読解に必要な最低限の文法だけ学んでもらおうと。なるほど。でそれで英文法ポラリス一応基本は全員やってくださいねと、よっぽど文法の実力がある子じゃない限りは、後半でネクステージやヴィンテージのような暗記の文法、うんうん、文法問題解くための文法を後で追加で入れましょうっていう文法の構成を変えたってところも変化の一つかなと思います。今まで並行というかどっちか選べるでしょうね。そうですね、それがまあもうポラリス1に行きましょうっていうことですね、はい、そうですね、はい、その他の関わったところがある、あと長文の本を、はい、ザルールズとポラリスっていう構成にしましたね。もともとソリューションを入れてたんですけど、ちょっと SVOC 振りがちょっと微妙に、ね、先生によって変わってたりとかしてたんで、うん、ちょっと生徒の学習のしやすさっていうことを考えて、うん、関先生の長文の本で統一したっていうような形になってます。あ、いわゆる全部 SVOC 振ってある全部にですね。あ、そうですね、句や説の中も振ってあるものにしましたね。なるほど。構文とかはどんな感じなんですか。構文は肘 の読解のための英文法必修編っていうのが、はい、まあ、日大レベル初期の段階で学ぶ英文解釈の本です、まあ、今言った長文の本の前にやる本ですね、うん、ここで英文解釈をちゃんとまず学びましょうと。難関大編の方、うん、マーチで過去問といてつまずいた人がやる本っていう位置づけに変えたりとか、あとはポレポレを総計レベルやる人は入れましょうっていう形にしたりとか、ポレポレ、はい、あ、そうですね、はい、そういうちょっとまあかなりマイナーチェンジの部分ですけど、はいはいはい、そんな変更点がありますね。あれはどうなんですか、はい、基礎
たちとか入門たち、はいはいはい、いやもちろんいい本ではあるんですけど、うん、それをザルールズとかの長文を読みながら解釈していきましょうっていう形にしてあって、まあ、必要な人が追加でやる本って感じですかね、うんうん、入門70基礎100に関しては。じゃあ基本的にはその長文でもう長文の参考書に構文が振られてるから、はい、そうですね、使ってっていう感じですね、まあ、確かに入試の、ね、最新の傾向にも合ってて、はい、新しい英文ですしね、うんうん、日本語もまあ堅苦しいやつではないっていうのになってると思うので、うん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 、なるほど、そういう変化があったわけですね。あとはまあ本当細かいところで言うと、まあ、早稲田慶応に対しては、はい、早稲田の英語合格講座、慶応の英語合格講座とか、はい、各大門ごとの具体的な解き方や戦略まで載ってる本を入れたっていうところは変更点かもしれないです。合格講座、関先生の、関先生の方ですね、黄色いやつですね、はい、かなり関先生推し、いやいやいや、なんかどうすかね。もちろんそのなんか特定の先生と癒着があるわけでは全くなくて、ね、本当に全部の参考書を改めてしっかりリサーチして組み直したっていうような形ですね、はい、別に関先生一回も出てないですか、武田君。あ、そうですね。サムネはちょこの前大丈夫だったから勝手に使っちゃった。まあ大丈夫だ、はい、関先生反応してくれるかなと思ったら反応しなかったんでちょっと怒ってるのかなとかね。あと関先生が伊藤和夫先生のビジュアル英文解釈が好きだっていうのを知らなくて、はいはい、古い本の代表としてビジュアル英文解釈はっていう、僕もとっさに古い本なんだろうなでビジュアル英文解釈って言っちゃったんで、はい、関先生のお気に入りの本とは知らずちょっと詳しくはね別の動画見てもらえればと思うんですけど、はい、さらりと英語以外なんかこんなの、あ、英語以外ですか、ガッと変えたみたいな。そうですね、あとちょっとトピックでいくと現代文は、はいはい、船口先生の参考書を結構メインで今使ってますね。そうなんですね。船口のゼロから読み解く最強の現代文とか、はいはい、あとねちょっと隠れた名著なんですけど、はい、記述トレーニングって本があって、はいはいはい、船口先生のめちゃめちゃいいんですよ、はい、船口先生つながってないですか。え、僕教え子ですよ。え、あ、船口先生習ってましたよ。あ、そういうことですか、はい、船口先生どうですか、森哲さん。船口先生、いや、はい、説明めちゃくちゃうまいですからね。おトップというかものすごい人気で、船口先生ともしつてあるんやったら武田塾チャンネルにも出てほしいなと思ってたりはするんですけど、ヨゼミがなんていうか、ね、あ、そういうことか、はい、全然会えますよ。あ、マジですか。つながってる人多い。早稲郷の平さんとかもよく、なるほど、昔は船口先生と会ったりしました、ね、まあ、船口先生の考え方とか結構苦手な受験生が指針にしやすいと思うんですよね、はいはい、こういう考え方で現代文の文章と向き合えばいいんだっていう、それが分かりやすいと思うので船口先生の参考書とかは結構多めに採用されてるかなと思います。なるほど。あとはね、まあ、個人的には結構古文とかも、はい、とっても優しい古文っていう、中西先生っていう先生がいるんですけど、はいはい、その本が結構すごくて、これ中身見せていいって許可もらったんでちょっと使わせてもらうと、はい、まあ、こんな感じで、はい、文章に全部主語ここ埋めましょうとか、はいはい、こう省略を補うステップが具体的に書いてあるんですよ。なるほど。それがめちゃめちゃいいなと思ってますね、はい、中西先生、じゃあそれが新たに、ね、そうですね。あと森哲先生といえば世界史でしたっけ。はい、はい、世界史、そうですね。茂木誠先生とかご存知ですか、ね、はいはい、もちろん、はい、茂木誠先生の世界史が面白いほどっていうシリーズとかもめちゃくちゃ内容分かりやすくて、うん、今までちょっと世界史の講義の参考書って結構どれ使おうって結構難しかったんですけど、今までだったら、まあ、例えばナビゲーター使ってた時代もありますし、はい、パノラマ世界史っていう参考書も使ってた時代あるんですけど、いろいろ比べた結果茂木誠先生のが一番分かりやすいんじゃないかみたいな、なるほど、っていうので茂木先生の本使ってたりはしますね、うん、へー、はい、そういった変化が、はい、理系、理系教科もうこれ結構変わってますよ。え、そうなんですか、はい、ただね理系教科は結構ね家庭の変更のタイミングで参考書がちょっとね売り切れになっちゃうリスクとか可能性もありながらで、ちょっとそこら辺はちょっと繊細な内容ではあるんですけど、科学、はい、で僕理想の参考書見つけました。お、理想の参考書、はい、とっても優しい高校科学っていう本があるんですけど、はいはいはい、科学って理論科学の分野は計算がメインなんですよ、はい、で無機化学有機化学の分野は暗記がメインやったりするんですよ、うん、だから本当は理論科学は数学っぽい参考書で、お、なるほど、無機有機は社会っぽい参考書が僕は理想だなとずっと思ってたんですね。でも今まではやっぱり数学っぽい参考書ぐらいしかなくて、うん、この無機有機ってこの数学っぽい作りやとちょっと合わないんだよなっていうのはずっと思ってたんですよ、うん、なるほど。でその時いろいろ調べた結果、とっても優しい科学っていう本が、うん、その今言ったイメージとぴったりの本で、武田塾理系チームでも話し合って、はい、いやこれ科学苦手な人には絶対合うだろうということで採用になってますね。でちょっと絶版の危機があるんで、なんてこった、あのジャンプアップノートっていう教材もそれと近い構成なので、はいはい、どっち
ちら使ってもいいよっていう形にしてますね。言ってください、出版社に、はい、いやそうなんですよ。で僕ちょっとねこれ暴露というか、はい、ちょっとした要望にはなるんですけど、はい、大文社さんに僕電話しました。あ、なるほどなるほど。で出版の方からもいやちょっとねもうとっても優しい科学はちょっと今後もう理系の子でそのレベルが必要な子って少ないと思うんですよねみたいな、なんでちょっと今のところちょっと出版するかどうかも迷ってるんですみたいなお話もあったんですけど、いやこれめっちゃ必要だなと、めちゃくちゃいい本なんで出版社の方もぜひもっともっとプッシュしてほしいなっていう、そういうふうに思ってますね。大文社にも言っておきます。ありがとうございます、はい、おお、そんな感じでいろんな変化が、はい、どちらかというと今挙げた参考書全部に言えるのは、はい、苦手な子がこう今まで欲しがってた本だと思います。どっちかって、まあ、上の本とかそんなには変わってないんですけど、うん、苦手な人がこの参考書だったら勉強できるかもっていう風に思ってもらえるような本とかをたくさんチョイスしているので勉強苦手な子に向いてるルートになりつつあるかなというような感じですね、はい、じゃあ詳しくは武田塾チャンネルに出てますので、はい、それぞれのルートですね、ぜひそちら見てもらえればいいんじゃないかなと思います、はいはい、今回は高田先生においでいただきましたありがとうございました。ありがとうございました。